健太対喜入友の試合、喜入はこれが引退試合最後の一戦になります。この放送の解説はこの後引退のセレモニーを控えています森井陽介さん、そして石井博樹さん、引き続きお二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ石井さん、はい、この喜入がいよいよ最後の舞台ということになりました。そうですね、まあ、本当にこの、ね、ノーキックノーライフで引退をするというふうに、はい、その気持ちが本当に嬉しいですよね、でもう本当にこの感謝の気持ちを持ってリングに上がると言っていましたので、はい、もう本当にこの先体がどうなってもいいと思いながら戦うはずですから。なるほど、期待したいですね。43歳、対する健太は35歳、まあ、両ベテランの戦いになりました。さあ森井さん、はい、森井さんはあの引退のセレモニーということで試合はされないんですが、はいはい、この試合どのようにご覧になりますか。んやっぱり最後の試合なんで喜入選手はやっぱり覚悟ある顔をしてますよね。あ、そうですか、はい、こういう覚悟ある選手って嫌なんですよね、なるほど、はい、もう本当かかってくるんで、それをどういなすかというか倒しきるのか、はい、健太選手は多分すごい大変な試合になると思うんですよね。まあ、あの喜入はもともと覚悟がある試合を見せるのにそれにプラスしてってことですもんね。そうですね、はい、まあ、本当に悔いのない試合をしたいという気持ちは強いでしょうから、すごいいいリズムで戦ってますね、はい、喜入選手。両選手ともに体もバッチリと仕上げてきたということで、まあ、昨日の計量なんか見ますと一番こう筋肉は盛り上がっているんじゃないかっていうこの2人が、そんな感じがしましたね。まあ、この2人はあの10年前に、ね、はい、あの一度対戦してその時は、まあ、健太選手が、ね、あの TKO で勝利しているので、はい、まあ、喜入選手からしたらですね、まあ、引退試合でもあるしリベンジという気持ちも強いですから、そうですね、ここで勝つしかありませんよね。そうですね、あの時は2012年6月の試合でした。喜入側のセコンドからタオルが投げ入れられて TKO 負け、はい、まあ、健太はただそれでも最後はもう一度返り討ちにする、その気持ちでこのリングに上がっています、はい、健太選手あのジャブいいですね、はい、今もアッパーそしてフック、そして最後はしっかりとローまで入れてきました、あー、それと、はい、ちょっと効いたか、はい、パンチの回転が速いですね、はい、健太選手今顔面を捉えたように見えました、森さんこれちょっと効いてますか、ちょっと足がちょっとふらついてるかな、ヒーレの足がおぼつかないような形にはなっている。ここで打ち合いに行くと厳しいかもしれません。わー、健太肘、まあ、健太選手よく見えてますね、左のフックで応戦というヒーレ。まあ、健太選手もね、もう100戦以上の戦績を誇ってますんで、はい、まあ、この辺のゲームメイクなんかはね、もう本当に頭使いながらクレバーに戦える選手ですから、健太は実に107戦61勝という戦績です、おー、ハイキック、いやー、しかしヒーレもコンビネーションで返していきます。まあ、喜入選手もね、もう70戦超えてますんで、まあ、この2人はね、本当にベテランですよね、大ベテランですね、2人ともとんでもない戦績、はいはい、まあ、ただ健太としますと、去年の12月26日のホーストカップ、この時にディープキックの元王者山形優馬に勝ちまして、はい、その時にキャリア史上最も長い連敗を6でストップしたという、ですからその前までかなり長い連敗だったんですよね。長いトンネルからやっと抜け出したという、はい、まあ、そこでね、さらに喜入選手の引退試合の相手を務めるということで、はい、まあ、返り討ちをして、まあ、勢いに今年乗っていきたいところではありますよ、はい、でも喜入選手もね、もう本当に最後の最後なんで、はいはい、もう二度とリングに上がれませんの で、 そうですよ、ね、ここはね、もう自分が持っているものすべて出して、はい、感謝の気持ちを込めて戦ってほしいですね。森井さんはいかがですか。やっぱり覚悟あってやりにくいのかなと思いますけど、ちょっと健太選手もちょっと慣れてきたかな、この空気にっていう感じでしたね。先ほどのやはりストレート、あのパンチは効いていそうですかね。やっぱ効いて、パンチの回転すごい健太選手いいんで、はい、ちょっとアッパーとかも当たってるんで、いいリズムですよね。なるほど、どちらかというとやはり健太の方が優勢か。喜入はこれが引退試合、リベンジをするのはもうこの舞台しかありません。
で、キーレ選手はあのローキックでリズムを作るような選手なの で、はい、でそのローをちょっとあの健太選手はあの1ラウンド目からこう結構透かしてるというか、足を前足を引いて結構透かす、今当たりましたけど、はい、結構あの距離がキーレ選手はなかなかローキックがあの当たらなかったケースが多かったのでちょっとやりづらかったかなというのはありますけ ど、まあ、ちょっと2ラウンド目入って少しずつローが当たり出してきているのでここからリズム作れるといいですね。いなすような形、そして今の左のロー、奥足を狙っていきました、キーレ、うん、ローが入ります。今のカットしていたでしょうか。いいストレート、うん、いいですね。健太選手もあのパンチでこうコンビネーション出した後に少しこう引いて相手の、はい、あの打ち返しをしっかりかわしているところがやっぱりあのなかなかテクニックありますね。ここまでパンチで捉えているのは健太です。ボディー、ボディースーッと入ってくる、うん、ここは危ないところ、うん、キーレも右を振っていきます。うん、しいそうですね、奥足も狙っていった方がいいですね。ヒーレムロー、うん、まずはジャブで刺してというところ、自分のリズムに持っていけるかキーレ、キーレ刺してあのローいいですね。あ、またローだ、右のロー、これで削っていってその後にというところになるでしょうか。ケンタ の左足のロー、うん、これを効かせていきますといわゆるパンチするときに軸足になりますの で、 いいです、ね、あまた右のローです、はい、キーレ、ただ、まあ、この2人はあのロー足と腹ではもう倒れないでしょうか、はい、うん、なるほど、前に出てきますキーレ、でそこでまあローだったり払いを気にさせて、まあ、パンチで倒しに行くという、展開が欲しいところですね。こんなに追いつく、ただこれ左のフックカウンター気味に来ますキーレ、さあ第2ラウンドの30秒を切ります。キーレは細かくインローなども打っていっている状況。あ、いいですね、あのパンチからローを返せるのもいいですね。そして今度はインロー、うん、またローだ、うん、しかしガードの上から強引にパンチを浴びせていきますケンタ、あ、そしてアッパー、うん、さあこの距離になってケンタパンチで応戦、はい、あ、いいですね、あのすごく蹴ってった方がいいですね、ローキックは、はい、キーレ選手。第2ラウンドは市井さんがおっしゃっていたように、うん、キーレの特徴であるロー、うんうんうん、インロー、そして右のローと、はいはい、かなり打ち分けていきましたね。まあ、ローが当たり出すとやっぱりキーレ選手やりやすいですから、はい、もう3ラウンドでさらにギア上げて、はい、どんどんローキック主体にこう攻めていってほしいですね。まあ、ケンタ選手は、まあまあ、この試合は3ラウンドですので、はい、まあ、そこまでそのロー蹴られてもあんま気にしないでぐいぐい前に出て、パンチで入っていってるような印象でしたかね。なるほど、うん、森井さんはどのようにご覧になりましたか。今のラウンドやっぱキーレ選手最後ローを当てていったんで、ちょっと健太選手嫌がってるのかなっていうのを見れたんで、はい、次のラウンドちょっと、それプラスパンチ当たりやすくなるのかなって思ってます、うん、下への意識は第2ラウンドでしっかりと見せられたというキーレ、ただ体力的にはどうか、43歳、はい、対するケンタは35歳、まさにこれから油が乗ろうか、まあ、ただ選手としてはこれから徐々に体力が落ちていくところではあるかもしれませんが、もっといけるんだとケンタは話をしています、それをここの、はい、このリングで体現、うん、キーレ選手はもう自分が持っているスタミナ全部このラウンドに出してほしいですね、キーレはこれが引退試合という一戦です。ケンタが圧力をかけてくる、さあこれが泣いても笑っても最後の3ラウンド目です、うん、アッパーからロー、うん、ロー返していく、キレイするのパンチとローのコンビネーションはちょっと欲しいですね、はい、パンチはパンチ、蹴りは蹴りでちょっと分かれてしまっているので、うん、第2ラウンドにだいぶ布石は打てたでしょうから、そうですね、この展開いいですね、おかしいですね、森君が言うようにあれでリズム作っていけるといいですね、はい、ただ
森君、奥足のローキックって蹴るの難しいんだよね。いやそうですね、距離潰さないといけないんで、はい、そこ狙ってちょっと肘も狙い始めてるんですよ、はい、なるほど、ちょっとそうですね、そこの距離感の飛び方は難しいかもしれないです、ね、うん、入ってきた瞬間のその刹那で、うん、健太が狙っていくか。ただでももう行ってほしいですね、もう時間も少なくなってきています。倒れない2人、最後はどんな結末を迎えるか。あの1分半、そこからですね、そこから半分という、ね、そう声が聞こえてからキーレが来る、うん、いいですね、かなり気のロー、健太選手も楽しんでますね、試合を楽しんでます。さあ泣いても笑っても、うん、あと1分、キーレとも20年以上のこの格闘技人生、最後は拳と拳で語り合います。先生、最後がむしゃらに前に出てほしい、ハイキック、ナイスサッカー、今右の入りましたね、カウンターで健太選手の右が。さあ前に出てくるキーレ、ここ把握しまって前に出てほしい、キーレ選手、健太も必死で返していく。さあ残り30秒、ここに何が詰まっているんだ、その思いを見せてくれ。がむしゃらに行きますキーレ、もう最後はパンチの打ち合いですね、はい、もう最初のローではなくてパンチの打ち合いですね。43歳キーレとも、ナイス、これが最後のリング、その思いを振り絞って、パンチを出すが、ここで試合終了、最後まで打ち切りました、お疲れ様でした、あもうちょっとこれ最後は支えられないと立ってられないという感じだったんですね、最後はもう気力で戦いましたね、そういうことですか、森さん、ちょっとね、普通に立ってられるのかなと思ったんですけど、そうですね、そういうことで、あらがいいくらい、もう限界を超えて出し切った後だったんで、やっぱり気が抜けた感じでしたよね、最後もう全力が抜けちゃったと思います、はい、やっぱりこう最初に森井君が言ってたように覚悟を感じましたね、キリ選手の。さあ判定です、集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ大成30対28、赤健太。ジャッジ能見29対29、ドロー。ジャッジイノップ29対28、赤健太。以上判定2対0をもちまして、1人は同をつけましたが、その他2人のジャッジは健太を支持しました。2対0、健太が判定勝ちを収めました。これでキーレともは現役生活に別れを告げます。見事勝利いたしました健太選手が、最後までその思いを拳に伝えたという、そんな試合になりました。株式会社シジーさん、何かこうグッとくるものが私は感じてしまったんですが、いやもう、本当にキーレ選手、もう本当気持ちで1ラウンドから3ラウンドまで終始気持ちで戦ってたっていうのが本当にひしひしと感じたので、ちょっと手に汗も握っちゃいましたね、僕も、まあでも本当に43歳でこれだけのね、しかも相手が健太選手ですよ、健太選手相手にあれだけの動きができるって、なかなかいないですよ。なるほど、素晴らしいです。森井さんも今日最後に引退セレモニーということになりますが、どのようにご覧になりましたか。やっぱり僕はやっぱり引退試合っていうのができなかったんですけど、やっぱり引退試合ってすごい大変、気持ちとかいろいろ作るのに大変なんですけど、それを全部乗り越えて最後まで戦えるっていうのはすごいことだなと思います、ね、なるほど。やっぱりその気持ちとか気力とかっていうのはよくね、選手の方にも伺うんですけど、難しかったり、あと年齢とともにね、体重も落ちなかったり、難しいところいろいろあるんですもんね、それをこんなに
ね、しっかり仕上げて見せるっていうのはすごいなと思いました、うん、そしてそれに応えるように健太も素晴らしい打ち合いを演じました。健太が2対0で判定勝ちを収めています。さあこの後リング上では喜入とも22年間感謝の気持ちを伝える引退セレモニーということになります。実に顔にできた歴戦の傷は喜入によると50針前後ではないかということですから、まあそれこの表情見ると物語ってますよね。さあ素晴らしい引退試合でした。激闘を終えたばかりではございますが、ここで喜入とも選手引退セレモニーを行いたいと思います。まず最初に喜入選手とゆかりのある方々より記念品の贈呈です。まずノーキックノーライフ代表小野寺力より記念パネルの贈呈です。元ライススーパーライト級チャンピオン吉本浩二さんより花束と寄せ書きの贈呈です。この寄せ書きは喜入選手お勤め先のアップ&セットジムスタッフそして会員様からです。ジムアップ&セットの代表そして初代ライズスーパーライト級王者吉本浩二さんから寄せ書きそして花束が手渡されました。喜入選手の奥様喜入彩奈さんお子様のミリちゃんリト君から花束の贈呈です。写真撮影の時間とさせていただきます。喜入選手の奥様彩奈さんそして長女4歳のミリちゃんさらに長男8ヶ月のリト君とともに家族で写真に収まります。本日でリングを後にします。喜入とも選手からご挨拶です。
ノーキックノーライフファンの皆さん、こんにちは。ネクストレベル渋谷のキーレです。まずは今回この大会に初出場にもかかわらず、このような素晴らしい場を設けていただいた小野寺代表、ありがとうございます。小野寺さんには試合が決まる前から僕の試合に対するいろんな思いや希望などを聞いてくださって、その後もずっと親身な対応をしてくださったことをものすごく感謝しています。ありがとうございます。対戦相手の健太選手、健太選手が試合をしてくれると小野寺さんから聞いたとき、そのまで僕が送っていた退屈で乾いていた生活に水を注がれたような感覚でした。現役選手としての自覚を持った充実した生活を送ることができました。本当に感謝しています。今日も健太選手を超えることができませんでしたが、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。そして長年僕の体や脳のダメージを心配してくださったネクストレベルの成田代表とトレーナーの津田さん、今までたくさん練習を見てくれて、ミットを持ってくれてありがとうございます。今日最後にまた一緒に戦ってくれたこと、すごく嬉しかったです。そして今日はたくさんの応援の方が会場に来てくれました。友人や家族、職場の皆様、ジムの後輩たち、ジムの会員さん、今日は今まで僕が関わってきた大勢の方に試合をすることで、こうしてマイクで言葉にすることで感謝の気持ちを伝えて届けたいと思って試合をしました。今まで本当にありがとうございます。僕はプロのファイターとして2つの才能があったと思っています。1つはどんなに連敗しても大怪我をして手術をしてもすぐに前向きに努力を続けられることです。まあずうずうしいやつって言えばそれまでなんですけど、でもここまで続けることができたのは頑丈な体に産んでくれて強い精神力に育ってくれた両親のおかげです。両親にも感謝します。ありがとうございます。そしてもう一つは顔がめちゃくちゃイケメンだったということです。ただこの顔に関しては長年の激闘でだいぶ野生味がアップしてしまって、なんか最近じゃあバナナを食べてるだけで超似合いますねって笑われたりしたんですけど、僕は全く後悔していません。むしろこのキャラでいいと思っています。ただ何かの時の差し入れはバナナよりビールとかの方が嬉しいので、そこはご理解いただけたらと思います。選手としての後半5年ぐらいは家族に妻に大きな心配をかけました。でもさっきリングの上でも伝えましたが、もう心配かけることはないです。これからはより一層家族と過ごす時間を大切にしていきます。あやな、みーちゃん、りどくん、これからもよろしくお願いします。なかなかうまくいくことがうまくいかないことが多かった現役生活ですが、皆さんの応援のおかげで自分なりに楽しく過ごせました。苦しいことも嬉しいことも辛いことも楽しいことも、そしてちょっと痛いこともたくさんのことが詰まった現役生活でした。22年間ありがとうございました。ありがとうございました。それでは引退する喜入選手へ席別の10カウントゴングを行います。
青コーナーネクストレベル渋谷所属1979年5月24日生まれ神奈川県出身デビューは2001年2月26日生涯戦績73戦29勝うち5勝がノックアウト元 J ネットワークスーパーライト級チャンピオン喜入友